コロナ自粛中であります。自粛中に、まあ、運動不足になって暇になる人と、それから逆に筋肉の萎縮が起きて、フレイルという虚弱が起きる人とが、発生をします。血圧が上がったり、あるいは血糖値が上がったりする人たちも多くなります。そんな人たちのために鎌田式のスクワットを2つ、しながらメッセージを送りたいと思います。まずはじめはワイドスクワットです。足をハの字に広げて、静かにこう沈み込んでいきます。ゆっくりです。呼吸は しながらです。茅野市に来て46年になります。ここで、育てていただいたように思っています。茅野市は行政と病院と医師会、住民とが非常に仲がいいです。コロナの問題が起き始めた時から、行政との幹部と諏訪地方の幹部は話し合いをしてコロナ対策を準備をしました。幸いのことに大爆発はこの地域はしませんでした。諏訪地方病院の玉井先生が、コロナに対して、分かりやすい絵で書いたものが大変な評判になりました。全国からの問い合わせも多かったです。これも大きな効果にはなっていたのではないかと思います。今はみんなが大変な時期ですけども、いつまでもコロナに負けているわけにはいきません。必ず勝ちます。そしてこの時にはぜひ茅野がいいとこですので、たくさんの人に茅野に来ていただければと思います。健康づくり運動を46年前東京から来てさせていただきました。脳卒中は多かった地域だったですけども、それを克服し、平均寿命長野県は日本一になりました。健康な地域です。市民と行政と病院と医師会が一体となって、これからも健康を守っていく地域にで続けようと思います。ぜひ茅野への応援をよろしくお願いいたします。